ございます。今日はちょっと湘南で友達の家に行ってから今横浜に移動して港未来にやってきました。これから赤レンガ台湾祭りに繰り出して行こうかと思います。思います。もう酔っ払ってます。わーいわーいじゃあ向かって行こうかと思います。ワールドでみなとみらい久々だね。確かにめちゃくちゃ久々に来ました、ね、昔ね全然結婚する前に実は一番最初関東に旅行来た時はこの横浜のホテルに泊まりました。これ違う後ろランドマークタワーのとこ。懐かしいその時にね横浜も行って湘南も行って、うん、そうなんか神奈川の全部を楽しみましたみたいな旅を、もう少しですか。もう少しですね。今ワールドポーターズの横を通りまして、はい、これを過ぎたら赤レンガ、はい、横浜といえば赤レンガ。そうですね、なんかイベントごととかだと。そうだね、赤レンガで。なんか本当赤レンガ検索しちゃうかもしれないですね、うん、今回もなんかお祭り探そうかなと思って、なんか赤レンガイベントみたいな。あ、そうなんだ。そう、感じでもう赤レンガに絞ってみたいな。なんか湘南でイベントみたいな感じだったらもうあんまりなんかやってなくて、まあ、それこそ海の家とかは感じでやってたとかして、まあ行ってましたもんね。そうだね。そうだね。やっぱでも横浜でなんか観光っていうか遊びに行くんだったらやっぱり赤レンガはすごい。赤レンガ神奈川の観光スポットみたいな。みなとみらい周辺はすごくいいよね、雰囲気が。雰囲気めっちゃ好きで。うん、今回のフェスとかもやってるしね。あ、そう。グリーンルームとか。そう、グリーンルーム行きます。ポテトの匂い。うん、ひまわりも咲いて、もう少しですね。え、これ全部虫の鳴き声。鳥じゃない？すごい揚げ物の匂いがする。揚げ物の匂い、あー、やってました。お、台湾、最高。やっぱ祭りってるってこと。あ、ほら、台湾。お、台湾祭り。わあ。わお。え、すごい。すごい。うえー。やえー。あ、これ。という感じだ。チケット販売。台湾祭り。
Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ライトは提灯。
ワールドポーター。ワールドポーターワールドポーターが起きる。知らなかった。すごい。なんで知ってんの？